ラスカスバイのチャンネルです、6月の10日金曜日ですね、時刻の方は13時30分過ぎになってます。さっきまでねちらっとね雨降ったんですけども、雨が上がりました。ですね、もう何回かねお話ししたんですけれども、6月に入ってね僕6月の1日から、7日まで7日に帰ってきたから、まあ、実質6日までですね、で6日まで、ビエンチャン、ルアンパワンの方にね、遠征して行ってたんですけれども、このね、まあ、1週間ぐらいの、ね、遠征になりました。で、まあ、そのね、この長かった、ね、遠征をね、ちょっと振り返ってね、まあ、ビエンチャン、首都ビエンチャンの、実情と、あとね、人気の観光都市のルアンパバン、こちらのね現状なんかを、ご紹介したいと思います。どうだ、これでいいかな、 OK、 はい。でね、相変わらずねラオス国内ね燃料不足はね続いております。ご覧の通りね、スタンドの方もねやってんの、ちょっとずつ売ってんのかな。でね、今回ね、6月の1日で、中国からね、支援を受けてね、去年の12月から運行が始まったね、高速鉄道、あれのねダイヤのね改正がありました。で6月1日からね新ダイヤでね、列車が動いています。で実はね6月の1日ってね、子供の日なんですね、タイ、ラオスでは。でタイはね祝日です。で2日ね、休めば、で3日がね、タイの、王女様、じゃあ女王様、国王の奥さんですね、あの誕生日だったんで、これもね休日になりまして、6月の2日をね休めばね5連休になってました。ということでですね、タイからねものすごい量のね観光客、旅行者がね、ラオス国内にね流れ込んでました。でルアンパバンにね、向かうビエンチャンからね、僕たちね最初の計画では、3日の金曜日に、の列車に乗ってルアンパバンに行こうと思ったんですけども、もう3日のねチケットなんかもうあっちゅう間に売り切れてまして、全くね、前日2日にね手配しようと思ってね走り回ったんですけども、手に入んなかったです。で3日にね、3日の列車をね、手配できました。あとねこれかな、で今までね高速鉄道、8時にねビエンチャンを出て、まあ、これもう今回はね、ビエンチャンとルアンパワン、この間のねあの列車の話だけします。で8時にねビエンチャンを出てね、パバーンにはね10時1分に着く便、そしてね、15時44分にビエンチャンを出て、17時46分に、パバーンに着く便、このね下りですね、下りはね2本でした。でここにねこの9時、見えるかな、9時にね、高速鉄道ではないんですけれども、中速鉄道、ちょっと遅い便、ちょっとスピード遅いやつ、1時間ぐらいね高速鉄道よりも時間かかるんですけども、そういう便が稼働し始めまして、でこれのねチケットをね買う購入することができました。これね2等のね口座っていうのはハードシートですね。ハードシートで9時に、ビエンチャンを出て、確かね12時ぐらいにねパバンに着きました。で朝もねそんなにね早くなくていいからってね、まあ、これを利用したんですけども、なかなかね快適な、ね、移動ができました。でね帰りはですね、パバーンからビエンチャン、これはですね、朝便がね、某天まで行って、折り返してきて、13時39分に、パバーンの駅を、出る
出て、15時19分にビエンチャン駅に到着するのがあります。で午後便はね、17時46分に、パワーに着いたものがですね、18時50分にビエンチャンに向かってね折り返します。でこの間のね、こいつですね9時にねビエンチャンを出て、出たこの中速列車はですねやっぱりボーテンに行くんですね。でボーテンに行ってボーテンで、ね、だいぶね長いことね停車して、折り返します。折り返して、パワン到着するのがパワンを出るのがですねこれです。19時3分に、パワンを出てですね、こちらも21時頃だったのかな、ビエンチャに到着します。これに、ね、乗っかってね、その本当は、ね、13時発の、ね、高速鉄道で、ね、ビエンチャに向かおうなんて言ってたんですけども、こちらも、ねその次の、ね、18時50分の、ね、高速鉄道も両方と も,、ね、もう大人観光客に、ね、買い占められてまして、ね、結局、ね、手に入ったのが、19時3分、この、ね列車だけでした。でしかも、ね、乗車時間が3時間で、3時間ぐらいなのに空いてたのが、ね、南賀っていうのはソフトベッドですね。で要は寝台列車なんですけど、3時間乗車で、21時ぐらいに目的地に着くのになぜか謎の寝台列車に乗ることになりました。で運賃なんですけどね、この、中速鉄道の、ビエンチャンランパバンカがですね、こちら17万2000切符ですね、17万2000切符になってます。でそれに対してですね、同じルートをね、3時間で、謎のね寝台列車をね利用するとですね、はいこちら42万5000切符、うん、ね、結構ねべらぼうな金額だと思うんですけども、まあまあね、もうこれに乗んないとね帰れなかったんで、でまあまあ これに乗って、ビエンチャンに向かうことにしました。うん、だからね一便だけね増便されてるんですけども、これからねどんどん開放が進んで旅行者が増えてって、でその稼働率がね上がっていけばね、これ以上にね、増便していくんじゃないかと思います。うん、でこのね、動画、乗車の動画はね、この後に流しますんでご覧ください。ね、まあまあビエンチャン、ビエンチャンのね、ビエンチャンルアンパバーンのね、列車事情ですね。であとね、ガソリンはねすごいことになってます。ビエンチャン市内で見たのがね、6月の4日現在、1リッターねレギュラーが2万2000切符220円弱ですね。うん、でルアンパバーンの街中はね、もうスタンド空いてなかったですね、ほぼ。うん、で、まあ、転売ヤーですね、ガソリン転売ヤーのね、市場価格、市中価格っていうのかな、うん、これはね、リッター 7万切符らしいです。700円弱ですね。でこれもねべらぼうな金額ですね。で6月の、ね、7日、7日にね僕が帰ってきた時に、バンビーの手前1個手前のねバンキーっていうねインターで降りたんですね。途中下車する人が多かったんで、でその時に、ドライバーが、ね、たまたまねスタンド空いてるスタンド見つけてね給油したんですけれども、その時にね見たね料金がねまたねこれもびっくりです。レギュラーがねリッター24,999 切符、あ、まあもうぼちぼち2万5000切符ですね。ってことはリッター250円ぐらい、あ、250円弱か、うん、ぐらいしてます。でこれがね翌日6月8日にねここに来て、で今閉まってるんですけども、昨日おとといはね開いてました。でおとといねそこの、なんだ、電光掲示板にね1万8000なんぼっていうね表示があったようでね、ドカーンと下がってね、うわーすごいなと思ってんですけども、案の定ね、売り切れちゃって、まあ、現状ね、スタンドはね、クローズしてます。でね、ビエンチャンもね、ルアンパバーもそうなんですけども、
レンタルバイクが、ね、ものすごく減ってます。なぜなら貸し出しても給油できなくて 動かすことができないからってことですね。でビエンチャン、特にビエンチャンなんかね、もう本当にね2時間待ちでね給油するとかそういう話らしいんで、あとねビエンチャンの市内がねものすごく交通渋滞してます。でこれなんでかっていうと給油のためにね、もう駐車場の敷地、駐車場のね、ガソリンスタンドの敷地内だと収まりきんなくて、もう道路にずっと列が続いてるんですよ。でこのね、給油渋滞、これのおかげでね、街中がね、日中はものすごいね、混み合ってます。うん、で、そうですね、バンビエン、ね、ご覧の通りこうやって閉まってるんですけども、バンビエンはね、あれですね、車両の絶対数がビエンチャンルアンパバンと比べると少ないんで、まだね、油不足感がね、ビエンチャンルアンパバンよりマシな感じしました。うん、であとね、ルアンパバンもね、バイクレンタルじゃなくて、電動バイクレンタルなんていうのがね、だいぶ増えてましたね。だけどね、あれ、バッテリーがね、容量、限定的なんで、例えば、今回、クアンシーの滝にね、バイクで行ったんですけども、そのクアンシーにはね、電動バイクでは行けないらしいです。もしね、仮にたどり着けたとしても、帰ってこれないっていうね、そんなと、リスクがあるらしいんで、これからね、ルアンパバーンに向かう方、電動バイクでね、遠出するのはね、やめといた方がいいですね。うん。で、あとね、いろんなものがね、値上がりしてます。ビールもトゥクトゥクもね、値上がりしてます。トゥクトゥクなんかはね、あれですね、北バスターミナルから、町のツーリストエリア、これがね、言い出し10万ですね。で、一人で乗っかってですよ。これ、何人かとシェアすれば、もうちょっとね、安くなるかもしれないですね。で、一人で僕がね、頑張って、ね、値段交渉して、8万ぐらいまでね、値下げしてもらいました。うん、2万切符ぐらいはね、値下がりするんですけども、そんな感じですね。あと、駅、ビエンチャン中央駅ですね。それと、街中ですね、街中の、ツーストエリア、あそこのね間はね、言い出し20万ですね。20万で頑張ってね、どうだろう、17万とかで、だからね、複数人でね、シェアするのが一番だと思います。一人旅はね、ちょっとね、今現状でね、しづらい感じですね。こんな感じでですね、この動画はこの辺で終了いたします。あとですね、この次にもう一本の動画でね、寝台列車のね、乗車動画なんかをね、ご紹介するんで、そちらの方もご覧ください。ご覧いただきありがとうございました。